はい、今日はですね、これからコロナのワクチンをね、受けに行きたいと思います。夜間の接種ですね。でね、今回僕はモデルナの方を接種します。第1回目が7月、今日は20日ですね。であと4週間後2回目受けます。でね、まあ受けた後どうなったかとか、まあその感想等をね、発信していきたいと思います。はい、はい、行ってきました。はい、意外とねすぐ終わりましたね。はい、でまあ実際こんな感じです。若干の、まあ、まだね打って今9時で1時間ちょっとしか経ってないので、まあね特に体調が悪くなったりっていうのはなかったです。はい、でね、まあちょっと今日はこの後ね、すぐというか言いたてに戻ります。はい、今ちょっと詳しく今日の様子とか、まあねちょっと1週間近くこう記録していこうかなと思います。はい、どんな感じなのかっていうのね、少しでも参考になればいいなと思います。この後はとりあえずお風呂入って言い立てに帰ります。はい、ではまた明日。はい、おはようございます。今ね、日付が変わって朝の6時半なりました。で、まあねちょっとこうやっぱ筋肉痛っていう感じがありますね。まあ、ただ今ゴミ出しとかいろいろそういったものを採用したんですけど、そういった分にはまあ本当なんかただの筋肉痛だなっていう感覚ですね。はい、多分皆さんも経験はあると思うんですけど、まあ、僕も、ね、ずっと筋トレとかしてそういうすごい筋肉痛は、ね、味わってきているのでね、はい、まあ、その感じかなと、その感覚に似ているのでそんなにあれですね、特に問題ないかなっていう感じですね。はい、体調も全然普通です。筋肉痛っていう感じだけがあります。はい、若干ポコってしてるのかな。そんなに分かんないか。特にね、なんか触ってなんか大きな変化もないですね。はい、まあ、ということで、まあ、また、様子を現状報告をしていきたいと思います。それではまた。はい、今は、お昼になりました。でね、ちょっとだいぶ痛くなってきましたね。腕がなんか筋肉痛っていうよりかはこうなんていうのかな、関節痛みたいなちょっとこう痛みが強い感じはあります。まあね、じっとしてる分には問題はないんですけど、ちょっと動かしたり、するとのは結構痛みを感じるかなっていうところですね。はい、でね、まあ実際昨日の、まあ、注射の様子で言うと、まあ本当注射自体はすぐ終わりました。1分ぐらいで。注射は本当あれですね、15秒ぐらいかで終わって、まあ、そこの部屋に入って出るまでが大体1分ちょいぐらいで終わりましたね。はい、でその後15分待って、何もなかったので帰ったという感じです。はい、まあね、はい、こんな感じで、まあ、引き続き、まあ、体調に変化はないので腕の痛みだけですね今のところ。はい、ということでまた夜撮ります。では、
ちょっとね、今まだ3時なんですけど、体調に変化が見えて、ちょっとね、体のだるさ、熱っぽさっていうのを症状が出てきました。すごい元気なんだけど、なんかだるいっていう感じです。はい、今ね、今5時30分37分ですね。さっきね、約そう、あの後だるさは一瞬引いてすぐ起きて、でまあ1時間ぐらいは、ちょっと頭痛がするなっていう程度だったんですよ。で、ちょっとね、漢方葛根湯を飲んで、さっき4時過ぎぐらいに、寝て、ほんと10分前ぐらいにね起きたって感じなんですけど、今熱を測ったら7度3分ぐらい、熱がありました。ちょっとね、もう少し経ったらまた測ろうと思うんですが、今ね5時半ちょっと過ぎで、体調の変化としては熱が出たっていうところですね。はい、実際ね、体の感じもその熱の感じというか、もうまさにその状態だなっていう感じですね。はい、でも本当ね、腕もやっぱこう前はいけるけど、こう後ろからはいけない、上がらないので結構痛くて、だからこっち向きで寝れないですよね、こっち下に。はい、っていうのもあります。はい、ということで、まだね丸1日経ってないですね。22時間ぐらいか、ワクチン接種してから22時間ぐらいで、僕の場合は、熱が出て、体調もねちょっとそんな状態という感じです。はい、でね、ちょっとこまめに、ここ3日間ですねは、記録していこうかなと思います。はい、であと状態も落ち着いたら、一応1週間様子見るということで、記録はしていきたいと思うんですけど、多分ね朝昼晩じゃなく、1日のうち1回だけの記録とか撮影になってくると思うので、とりあえず、今日1日経って明日明後日ぐらいまでのは、結構こまめに、撮影していくと思うのでね、よろしくお願いします。はい、ではね、また夜ですね。はい、現状報告したいと思います。はい、今ね7時45分ですね。ちょうど、1日が経ちますね。はい、で今結構ね腕が痛いっていう感じはありますね。はい、でね熱もまだあって、7度4分までいったり、7度1分とか、6度9分まで下がったりとね、ちょっとこう波がある感じです。はい、でね、もう今夜ご飯も食べて、ちょっとねテレビ見ながら過ごしてるんですけど、結構腕が痛くなって、やっぱ、この辺も結構痛いって感じですね。この結構痛くはないですね、でもなんか違和感がある感じですね。はい、ちょっと本当にもう肘も曲げられないですね。だいぶかなりこう痛いって感じで、風呂入るのも大変そうだなっていう今の感じですね。はい、ということで、またねちょっと寝る前とか風呂上がった後、撮ってまた明日迎えたいと思います。ではもう1日目ですね。はい、こんな感じです。ではまた明日。
はい、今ねお風呂上がりました。でね、抹茶を飲んでます。まあ、夜なのでちょっと少なめと思ったんですが、普通の量になってしまいました。はい、これはね、あのおばあちゃんに、買ってもらって、まあおばあちゃんがね、抹茶のこうやってたので、昨年僕もそれを飲んでからおばあちゃんの家に行くと毎回と言っていいほど飲んでました。はい、でもちょっとね風呂で、まあ、あの腕の痛みの話なんですけど、意外とあの普通に髪洗ったりドライヤーで乾かしたりっていうのはできました。あの僕の場合なのか分かんないですけど、前にこう曲げるのは全然大丈夫で、後ろにこう引く動作がちょっとあのきついなっていう感じで、であとね熱も今測ったら6度8分で、下がったのと、まあなんか本当治りかけの風邪の熱が、なんだろうな、治りかけの状態みたいな感じではありますね。はい、まあねちょっとまだね、なんか頭痛もそんなひどくないんですけど、なんか若干こう重たい感じはまだあって、まあね、まあ今日もうちょっと早めに寝て、また明日どうなのかっていうところでですね。はい、おいしい。はい、ということでまた2日目ですね。はい、お伝えしていきます。それではおやすみなさい。おはようございます。今はね、7月22日の6時40分です。はい、でね、まあ、体調というか、熱っぽさはなくなりました。はい、で熱も下がって、はい、まあ、ただまだ若干頭のこうだるさみたいなのがまだちょっと腕もねまだ痛いですね。はい、という感じですね。昨日の夜もそんなに、そうですね、寝れたんですけど、1時半頃目が覚めて、そう、あのやっぱね熱というかそういう感じなので、普通に暑いんではずなんですけど、布団をね3枚かけて、ちょうどいいぐらいの感じでしたね。まあ、ということで、2日目の朝はこんな感じです。でまた、はい、今ですね午後の2時です。はい、でねもう体調は、もう本当熱っぽさというかそういうのはなくなって、まあ、熱自体も平熱に戻って、でね、まあ、若干腕はまだ痛いかなっていうのと、まあ、この辺もうなんかこうなんだ、熱の治り始めみたいな、そういった感覚はまだあるんですけど、午前中もねちょっとこう、まあ、知り合いの畑のお手伝いをしたりとか、まあ、そのぐらいかを、まあ、やったんですけど、まあね、本当その畑の手伝いって言っても水やりとかなんかそういうそんなに無理なく、できることだったんですけど、まあそういったこともまあ普通にできました。はい、まあね、ただまあ、ちょっとあんまり無理はできないかなっていう感じもあるので、まあね、午後はちょっと休みたいと思います。はい、でまあもう比較的なんか大丈夫そうな感じ
はありますね。もう、まあ、なんか本当昨日はそうですね、ワクチン打ってからこの例えが合ってるか分かんないんですけど、無理やり風邪をこう引かされたみたいな、なんかそんな、感じで、まあね、熱は出ましたけど、まあ全然なんか大丈夫な感じですね。まあ、ちょっと今日もあと様子見て、でまあ明日3日目どうなるのかっていうところね、お伝えしていきたいと思います。はい、とりあえずまた、はい、はい、今ですね5時50分になります。でね、もう体調自体はもう全然普通ですね。あの風邪の感じもほぼなくて、痛みもね、かなりなくなりました。今ねポトフを作って、あとは煮て完成です。はい、まあ、なのでまあ1週間様子見ようと思ったんですけど、もう大丈夫そうなので、まあ、とりあえず今日もあと夜と、まあ、あと明日ちょこっと記録して終わりたいなと思います。はい、でね、ほんと30分とか1時間単位で体調がこう変わっていくような、感じですね。はい、まあ、でもほんと全然、になったし、さっきもねいろいろと撮影とかもできたので良かったです。はい、ではまた夜。はい、今はですね9時50分です。はい、もうね普段と何ら変わらない状態です。はい、腕も後ろも行くし、全然大丈夫ですね。はい、元気です。はい、でまあもうそうですね、まあ明日ちょっと朝早くね5時半から撮影があるので寝たいと思います。はい、多分もう副作用はこれで終わりだと思うのでね、よかったです。ではとりあえず、また明日。あ、おやすみなさい。はい、今ですね夜の7時45分になりました。まあ丸3日が経ったということですね。はい、もうね本当普通に過ごしています。はい、でもねさっき中というか、まあ、でもまだ若干強く押すとまだね痛いかなって、まあただ強く押さない限り別に普通だし手も腕も上がるといったそんな感じです。はい、まあね僕の場合副作用で、まあ、熱が出たり、しましたけど、まあ人によるということですね。はい、でまああと4週間後にまた2回目の接種を受けますので、まあその時もまたこんな感じで、きっと記録をすると思います。はい、まあね僕が今23歳で、まあワクチン接種受けるとどうだったのかという感じで、はい、まあちょっとでもね参考になればいいなと思います。
まあね、本当一人暮らしというか一人で生活してたり、まあ一人で何か家事をやんなきゃいけないとか、なんかそういった面において腕がねかなり痛くなるっていう部分は結構大変かなと思います。まあなのでそういう時はなんかこう誰か協力してもらえる人を探したりとか、まあいない場合は一人で乗り切るみたいなことになると思うんですけど、まあねちょっとこう助けがあるとまあ少しは楽かなという感じはあります。はい、まあということで、まあ本当に3日、2日3日で副作用もなくなる、良くなるというかなくなるといった感じです。はい、ということでね、今回のねこの記録はこれで終わりたいと思います。はい、この後は、オリンピックの開会式を